桜と新しいお店。わーい、おはこ。桜ちゃん、一緒に帰ろう。ともよちゃん。あれ、こんなとこ。本当にツインベル。あは、素敵なお店だな。ともよちゃん、一旦着替えてからもう一度来てみない？いいですわ。その方がゆっくり見れますものね。じゃあ、また後で、ここでね。はい、後ほど。あら、ありがとう。素敵なお店ですね。今日この町に越してきたばかりなの。私、店長の松本真希。よろしくお願い。木の本さくらです。よろしくお願いします。大道寺智代です。はじめまして。さくらちゃんに智代ちゃん。かわいいお名前ね。お人形とか好き？はい、大好きです。嬉しいわ。それにしてもほんと私ってドジなのよね。朝から片付けてるのにまだこれですもの。あの、私手伝いましょうか？いいわよ。そんな、お客様に手伝わせるわけにはいかないわ。お気になさらないでください。お人形とか大好きなんです。ねえ、どんなものがあるか早く見たいし。はい。そう。じゃあ、お言葉に甘えちゃおうかしら。任せてください。じゃあ、さくらちゃんには、ぬいぐるみを運んでもらおうかしら。奥の部屋で私がぬいぐるみを渡すから、さくらちゃんはそれをお店まで運んでね。ともよちゃんは、さくらちゃんからぬいぐるみを受け取って、棚に並べてもらえるかしら？はい、お任せください。さあ、どんどん持ってきてくださいな。わあ、かわいいぬいぐるみがいっぱい。さあ、どんどん持ってきてくださいな。まずはこれ、お願いね。わあ、かわいいぬいぐるみですね。はい、確かに受け取りましたわ。それじゃあ次はこれね。はい。ご苦労様です、さくらちゃん。はい、頑張ってね。任せてください。それでは棚に飾っておきますね。今度はこれかな。ふわふわだ。なんだか楽しいですわ。はい、これで最後よ。よろしくね。はい、マキさん。おしゃれなお店だな。ぬいぐるみでいっぱいだよ。何枚だろう、これ。レジだよ。明日からここにマキさんが立つのかな。はい、確かに受け取りましたわ。
ありがとう、さくらちゃん、ともよちゃん。おかげで綺麗になったわ。早くお人形さんとか見たかっただけですから。まあ。そうだ、二人とも。はい。占いとか、興味ある？占いですか？はい、私も。よかった。あのね、とってもよく当たる占いがあって、お礼に教えてあげたいの。やってみない？ああ、やってみたいです。お願いします。じゃあ、用意してくるわね。ちょっと待ってて。はい。よかったですわね、さくらちゃん。うん。この占いはね、カードを使ってやるの。まず、どれか好きなカードをめくってみて。そう。じゃあ続けてどんどんめくってね。見て、さくらちゃん。同じ絵のカードがあるでしょ？こうやって揃ったカードは横に避けておいてね。じゃあ続けてめくって。はい、10枚めくり終わったらおしまい。それじゃあさくらちゃんの運勢を見てみましょうか。少し調子が悪いみたい。でも一生懸命頑張ればきっといい結果が出せるはずよ。お友達が困っていたら助けてあげて。いいことをするといいことが返ってくるわ。ラッキーカラーは紫よ。どう？さくらちゃん、わかったかしら？はい、なんだかゲームみたいで楽しくてわかりやすいです。よかった。ちょっと私は席を外すけど、ゆっくりしていってね。はい。さくら。ケロちゃん、ダメだよ、ここじゃ。あー、しんどかった。やっぱり外はええな。ケロちゃんってば。おっと、そうやった。さくら、気配がするで。この占いのカードの中に黒カードが紛れ込んどるんやろ。この中に？間違いない。この残ったカードのどれかがそうや。さくらも集中してみ。どれかわかるはずや。わかるはずやって平気なの？ケロちゃん、平気平気。ここが居心地ええんかおとなしいもんや。そうなの？ほんまやって。とにかく集中してみ。雨と木のカードがいたよ。ケロちゃん、これな？なんも危ななかったやろ。レインとウッドのカードか。こりゃラッキーや。一度に2枚も。ごめんなさいね、お客様を放り出しちゃって。あ、いえ、そんなこと。占ってみたくなったらいつでも来てね。カードは自由に使っていいから。はい。あら、もうこんな時間なのね。ごめんなさい、ずいぶん引き止めちゃったわね。そんなことないです、楽しかったしね。ともよちゃん。はい、とっても。ありがとう。こちらこそ助かったわ。またいつでも遊びに来てね。はい、今度はもっとお友達連れてきます。お願いします。こんにちは、お荷物です。はい、今行きます。ごめんなさい、ちょっと待っててくれる？はい。あ、いいですよ、私たちそろそろ帰りますから。お気になさらないでください。
お礼に、美味しい紅茶とお菓子を包んだの。すぐ戻ってくるから、ちょっとだけ待ってて。ありがとうございます。いいのよ。ごめんなさいね。すぐだから。マキさん、優しい人だな。お店も素敵だし。本当ですわね。さくら。ケロちゃん。まだダメだよ。マキさんが。またや。また気配がする。え？し、声が大きい。間違いない。ここにおる。ここにって、それさっきのカードじゃ。ちゃうな。これは全く別のカードや。別の？あ！何これケロちゃん。カードの仕業や。これはジャンプやな。ジャンプ？ぴょんぴょん跳ねるんが得意なやつや。すぐいたずらしよるんや。さくらちゃん、ともよちゃん、お待て。待ちなさい。何時のあるべき姿に戻れ。くらー。木々よ、緑に覆い茂り、我の助けとなれ。うっと。ジャンプ追い詰めたようやな。けど、奴が操っとるぬいぐるみが邪魔やな。そうや、まずあのぬいぐるみを全部捕まえてしまおうか。一人きりになったらジャンプもしびれ切らして出てくるやろ。さくら、カードキャプターの力見せてやるんや。ツインベルにいたのかな。ジャンプはいたずらもんやけど寂しがり屋やからな。仲間が欲しかったんちゃうか。仲間？こいつは自分がぬいぐるみみたいな感じやろ。あそこにはぬいぐるみがぎょうさんあるからな。そっか、本当に寂しかったんだね。せやな。さあ、これからが大変ですわ。え？どうして？ともよちゃん、このぬいぐるみさんたちを全部お店に返してあげないと。ああ、三人でやればきっとすぐ終わりますわ。頑張りましょう。よっしゃ、さくら、カードキャプターの出番や。はう
さくら。何？あの店はカードの気配が強い感じや。気配が強い？ああ、強いカードがおるとか、そんなやなんやが、なんか気配を感じるんや。もしかしたら、あそこにはカードが集まりやすいのかもしれん。あの店にはちょくちょく行ってみた方がええかもしれんな。うん、わかった。時々遊びに行ってみる。新しくできたお店を見つけました。ツインベルという名前です。マキさんという人がやってるお店なんですけど、ぬいぐるみさんとかもあって、とっても素敵なお店です。開店のお手伝いをしたら、マキさんがカード占いを教えてくれました。そしたら、その中にクローカードが、レインとウッドです。その後、ぬいぐるみさんみたいなジャンプも捕まえました。でも、その後のお片付けが大変でした。